はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。スカーレットネクサスの続きをやっていきます。絆ミッションも全部終わって早速スタンバイフェーズを終了して進めていきましょう。皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんなクナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら？ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせるといろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら？あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ。お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話よ。ねえユイト、お父さんのやっていたこと黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。カイトもね、この国を変えるんだって言って小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱりお父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも俺。大丈夫よ。ユイトとカイトはお父さんとお母さんの子供なんだもの。仲良くできる日が来るわ。うん。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイト、カサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのはユイトの力が
重ねの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえ解くことができればクナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか、まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ、クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトと重ねに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも行ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。お母さん、せっかく会えたのにろくに話もできないな。こんな状況だから仕方ないのは分かってるけど。はい、というわけで若菜さんに話をかけたら話が進むって感じか。まあ大丈夫かな。だからしっかり準備しとけよって試練は言ってくれたけど、大丈夫でしょう。行っちゃいまーす。 OK。 重ね、いけるか。ええ、大丈夫。二人で意識を集中してクロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナル、必ずもつれを解くんだ。
本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に。落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと。そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。お、戦闘開始。俺たちの認識が作ったってことは、この怪異は幻なのか。本当に仕掛けがいないぞ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。任せろ。ユイト、今のは見事だったわね。よし。今だ。よし。サスは使えるから助かるね。サス使えなくなるかなと思ったけど。オッケーと。お、まだ出る。いいぞ。サス使えるなら楽勝でしょ。自然の能力で。ちょっとレベル高いな。もう一匹、こっち。あ、違うよ。オッケー。まだ出る？ねえ、何か感じない？ああ、頭の中がざわつくような妙な感じだ。ん？こっちに行けってことか？あれじゃね？もつれってもしかして怪になってんじゃない？なんかそんな気がするな。この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。
く、また怪が出たぞ。仕方ないわ、怪の相手をしながらもつれをほどきましょう。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。そうでしょう、ユイト。ああ、そうだな、行くぞ。おっと、そいつはやばいやつ。まずこの辺を片付けたい。こいつ、こいつを倒す。ルカ頼む。ほら、こけろ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。畳みかけるぞ。やったか。よいしょ、あと一回。任せろ。まだ出てくる。こういうことかな。俺たちの力で、きっと。これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ。あの日、俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前病院で俺を助けてくれたのは重ねだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、あの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのは、きっと、多分だけど、重ねの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でも、だとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしまして。で、いいのかしら。ピンときてない顔してる。でも、それでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし、帰ろう。ママの力、まだ消えてない。もしかして、もつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ、本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。お、もう一個お連れ。あそこか。なんだなんだ。そういや、カレンもなんかレッドストリングスでどっか飛んだよな。また出てきたぞ。あれって50年後の未来、消えたはずじゃ。この怪はユイトを襲った。まだよろしく。待てるわよ。あぶねえ。まずこの飛んでるやつから倒したいんだ。いいね。
今のは見事だったわね。あいで攻撃が効いて今少しは弱点か。花火の能力で燃やす。コツを教えましょうか。はいはい、キルキル。いって。いいわ、使って。これを使うでしょう。よし、じゃあこれか。ほどくんだ。ほどいていきますよ。ほどくんだ。50年後の未来のもつれか。これでもつれは全部ほどけたのかな。ねえユイト、もし歴史を変えられるならって考えたことはある？過去に時間跳躍してってことか。そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら。それは、うん、そりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。ならレッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。海抜軍に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ。そうやってどんどん過去をいじって、あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない。過去を変えるってことは、この世界すべての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いの他はどうなっても構わないなんて俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた。いえ、安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか。多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああ、それわかるよ。俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でも、もう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、他に接触した時代なんてあったかしら。カレンがいるじゃないか。カレン連隊長でしょ、多分。あれってスメラギの門。
そうだ、カサネ、最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクモスメラギの、あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。ほら、やっぱりカレンじゃん。気合って呼ぶな。まだやれるよな。気にして。そんな気はしてたよ。顔か、痛い。これでよし。一旦回復して、ちょっとこいつ硬すぎやしませんか。ちゃんとかわそう。痛いなこいつ。危なかったな。巻き返すわよ。みんな大丈夫だ。なるほどね。それが、あ、それが早いな、出が。俺も早いな、出が。立て直そう。観察するわ。これでまた戦いそうよ。力を貸してくれ。いいって。オッケー、任せろ。さあ、重ね助けるぞ。今どこ行った？出ていた。アナギよろしく。綺麗なこいつ。そう、反応しきれないな。攻撃してたらかわせない。痛い。試練かな。どれ使おうかすごい悩むな。よろしく強化。まだ戦える。いけいけいけ。ケイカ、畳みかけるぞ。今の場所が弱点か。届きます。俺たちの力で
これで大丈夫か。カレンと戦闘なるのかな。よし、もつれは。ユイト、まずい。私もこれ以上は。俺たちやったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分だけど、何か違和感がある。カレンとヤクモスメラギ、一体どういう。くそ、意識。ユイト、重ね。お母さん。ママ。よかった、気がついたみたいね。私たち無事に戻ってこられ。どういうことだ。なんでクナドゲートは消えてないんだ。それは。お疲れ様、二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え、だってまだ。ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ママ、母さん、過去に戻るのか。戻ったら渡月が必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、重ね、どうか幸せな未来に生きてくれますように。今日なのね。脳は渡しても、未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、重ね、
捕獲対象若菜の死体を確認。死因人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い脳の回収を実行する。そうか、お袋が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおばさまが話してくださった内容をメッセージで預かってるから、転送しておくね。はい、というわけでもつれは全部ほどききって、お母さんも過去へ戻って記憶を消して、未来のその出来事を過去のその渡月に渡さないようにしてたな。でブレインメッセージも来てたな今。ユイトと重ねこんな形でお別れすることになってしまってごめんなさい。本当は私が何をしようとしているのか伝えるべきだったのだけど、あなたたちの前で冷静に話をできる自信がなかったの。仲間の皆さんに伝えたことをここにまとめます。私はこれから自分の時代に戻ります。いえ、戻りましたと書くべきね。理由は3つ。その1、若菜スメラギは2009年で死ぬという歴史を守るため。その2、渡月から転送されたレッドストリングスに関するデータを受け取るという歴史を確定させるため。私にデータが転送されてきたのは、私の脳が渡月に回収されてベイブに連結されていたからだった。だから私は2009年で渡月に脳を回収されなければならない。その3、私が生み出したもつれを消すため、クナドゲートは2人と違う時代のレッドストリングス能力者が通り過ぎるだけでももつれを生み出してしまう。私はクロスターミナルを通ろうとする限りもつれは消せない。でも私が死ぬことによって能力との因果が消失し、もつれは消すことができる。つまり私は元の時代で自分の人生を全うしなければならなかったの。全てはレッドストリングスのデータを受け取った時から計画していたことよ。これでクナドゲートは消える。その後の世界をどうしていくかは2020年に生きるあなたたち次第。お友達の皆さんと一緒に力を合わせてより良い未来を掴んでください。追伸、二人には辛い思いさせてしまったでしょうね。でも私は嬉しかったのよ。大切な二人の子供が立派になった姿を見ることができたんだもの。ありがとう。生まれてきてくれて、そして生きてきてくれて、幸せをくれて、私にくれた幸せのその何倍もの幸せが二人に訪れることを祈っています。ユイと重ね、いつまでも愛しているわ、若菜スメラギ。はい、というわけで今回の動画はここまでにしようかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方をお願いします。次回の動画まで。またねー。